で、先ほどの試合勝利おめでとうございます。まずはご自身の、決勝点振り返ってみていかがですか。サイドの11番の選手が突破するっていうのは信じてたので、ゴール前に入って気持ちで詰めました。ありがとうございます。まあ、なかなか1点目を先制して、まあ、2点目ということが、まあ、なかなか前半惜しいシーンもたくさんあってですね、まあ、11番の松永選手とも、まあ、たくさんチャンスを、作り出していたと思うんですけども、そちらの点いかがですか。前半のうちとかもチャンスあったんですけど、それを決めきれなかったのがまだまだ課題だと思うので、そこをしっかり決めきってもっと早くチームを助けられるようなようになりたいです。ありがとうございます。ハーフタイムにはその、まあ、監督コーチから、まあ、どういった、話だったり、まあ、指示がありましたか。自分たちの準備不足でかわせるところも相手に取られてしまったり、勢いで負けているところがあったから、もっと落ち着いて冷静にいつものサッカーを していこうっていう指示でした。ありがとうございます。では最後に、明日決勝、セレッソになりました。決勝のセレッソ戦の意気込みをお願いします。去年は負けているので絶対に勝って優勝したいです。ありがとうございました。